ちは。大阪でフォトグラファーしてます、永田健一郎です。今日はですね、ズームレンズによる圧縮効果という話を少しさせていただきます。よく圧縮効果っていう言葉がポンポン出てきたりするけど、それって何なんでしょうっていうところを少しお話しさせていただきますね。で、圧縮効果っていうのは、圧縮、なんかギューってやってるイメージなんですけど、それどこが圧縮されてるかっていうと、このカメラと背景の前後の距離が圧縮、ギューっと短くなる、されるっていうことなんですね。で、これは望遠レンズを使うと行われる、望遠レンズを使うと発生する現象で、広角レンズ 24mm とかを使うと、この前後の距離が広く表現されて、ズームレンズ、望遠レンズを使うと 135mm とかね、200mm、300mm とか使うと、この前後の距離が圧縮されて表現される。まあ圧縮される、近く表現されるということになります。これが圧縮効果っていうもののイメージなんですけども、実際にちょっと写真を使って説明させていただきたいと思います。で、一枚まずこれ見てもらうのが、広角側で撮ったちょっとバイオハザードの写真なんですけどもね、シーンとしましては手前に鍵穴状の板をポンと置いといて、奥に被写体さんがいる。で、部屋があるっていう形になります。で、ここから見せる写真については、全部鍵穴と被写体の位置、また、部屋の中の立ち位置も全て同じ位置関係で撮ってます。もちろんカメラの位置も同じです。望遠のレンズの種類だけ、広角から望遠に変えているだけになります。で、これが広角側で撮った写真になります。かなりね、部屋が広く映ってるかなというふうに思います。で、これが、広角の効果になりますね。狭い部屋でも広角レンズを使うことによって、なんか広く映すことができるというものになります。で、これが、まあ、中望遠、50ミリ前後で撮られた写真になるんですけども、さっきよりもちょっと鍵穴と被写体の距離が近くなったかなっていう印象があります。部屋もちょっと狭くなったかな、まあ壁までの距離がちょっと近くなったかなという感じがします。前後の距離がぎゅーっと短くなってきたような感じです。で、最後に、望遠側、望遠レンズで撮った写真になりますが、こちらです。かなり、もう鍵穴と被写体の距離が近く感じますね。で、部屋も壁までの距離がものすごく短く感じるので、まあ部屋が狭く見えてしまうっていうことがあるかと思います。で、これを使って、まあこれを表現に活かしていくわけなんですけども、より空間を広く見せたい場合は広角レンズを使う。より被写体と壁の距離をギュッとしたいときは望遠レンズを使うということになりますね。お仕事で言うとですね、建物の撮影なんかは結構広角レンズを使います。結構部屋がね、部屋を広く見せたり、建物を大きく見せたりすることができるので、建物大きくないかな。部屋の中を広く見せたりすることができるので、広角レンズを使うことが多いです。で、逆に、イベントの撮影みたいなのは望遠レンズを使うことがあります。表現の仕方によって。それは何かというと、ちょっと人が多いように見えたりするんですね。壁までの距離がギューっとするので、なんか、人いっぱいいるな、ギューギューリアな、人の距離がギューギューで、なんかイベントが盛り上がってるような感じになったりします。まあ、圧縮効果でギューっと圧縮することによって迫力のある映像を出すことができるので、映画とかでもね、結構対応されている手法だったりもします。なので、ただ遠くのものを撮るとか、ただ近くのものを撮るとかいう選択肢で、望遠か広角かを選ぶのではなく、その圧縮効果、距離の出し方、表現の仕方っていうところでもレンズの選択肢っていうのは非常に重要になってくるので、そのあたりを意識してレンズ選択をしていただくと、もう少し表現の幅がいろいろ広がるかなというふうに思います。はい。今日は、圧縮効果。広角レンズ、ズームレンズ、望遠レンズによる圧縮効果の話を少しさせていただきました。質問等ありましたらね、コメント欄でもいいですし、メールでもテキストでもいただければ答えさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。